フニクレール・デュアーブルは、フランス共和国王とイコールのルマンディ地域県、セーヌ・マリティーム県ルアーブル市の港町にある、工作鉄道路線である。道路線は、市内の公共交通網に組み込まれており、ブオセアンによって運営されている。道路線は、トンネル、交換ループ及び41%の傾斜を含む、ルアーブルコートサントマリー間を走行している。1890年に、 コンパニー・ジェネラレ・フランセーズでトランウェイズによって、道路線が建設され、開業している。1911年までは、信頼性の低い蒸気式客車によって、道路線が運行されていた。1911年に、道路線が再ケーブル化及び電化されている。ウィキメディアコモンズには、フニクレール・デュワーブルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。